FDA= イベルメクチンに激怒し警告。アメリカ食品医薬品局がイベルメクチンに関して21日にツイッターなどにこのような投稿を行い、あなたは馬でも牛でもないイベルメクチンを使うのをやめろとかなり強い言葉で警告をいたしました。現状、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に対するイベルメクチンの効果は 証明されておらず、製造・販売元は効果を否定しておりますが、アメリカでもイベルメクチに関するデマが流れ、副作用で入院する方が出る事態に陥ってしまっておりますので、FDA がこのような警告を行った模様です。このイベルメクチに関しては、プラセボ効果、プラシーボ効果でも あればいいんだと無責任な主張もございますが、まあ、このような主張に関してもイベルメクチンに副作用がある時点でお話になりません各国政府にはこのようなイベルメクチンに関して国民の皆様に対し警告を続けていただき効果が証明されていない薬を使用することによって生じる 副作用によって健康被害が生じないように、今後も継続的に対策を講じ続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。